聖書の永続性ヘンリー・シーセンという神学者は25年以上の命を保つ本の率は極めて低く100年となるとさらに低くなり1000年も続いた本といったら極めてわずかであるということを考えるとき聖書が他に比べることができない独特の本であることに気がつくと言いました聖書ほど迫害を受けた本もありません聖書 読むことはたびたびたた禁じられ、また焼かれまま焼かした。それにもかかわらず聖書は今日まで生き残ってきたのです。1778年に死んだフランスの有名な無神論者ボルテールは「今から100年のうちに記述読教は消えてなくなるだろう」と予言しましたがなくなるどころか狩りの死後25年しか経たない時に聖書協会が設立されて聖書を印刷して広く。 人々に配布する働きが始められキリスト教は広がっていきましたそれ以来今日まで聖書はますます広く行き渡りました初期の教会を襲った激しい迫害の中にあってもこうして神の言葉はますます人広まり「一行伝六章七節と記されていますペテロ第一の手紙一章二十四二十五には「人は皆草のごとくその栄華は皆草の花に似ている」 草はは枯れ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに残るこれがあなた方に述べ伝えられた御言葉であるとあります。東大総長であった八内原忠雄氏は「真理とは抑圧しようとしても抑圧することができないものである」と言いましたが厳しい迫害を経て今日まで伝えられてきた聖書の言葉は確かに真理であり私たちの道を照らす光です。 聖書と科学聖書は科学の本ではありませんがその中には科学の分野に属するようなことも書いてありますそれは一般の人が使う言葉で書いてありますが正しい事実を述べているのです聖書のある部分は科学と矛盾すると考えられたこともありましたが科学が進歩してそれが間違いではなかったことが証明されてきましたまだはっきりしてない点があれば急いで結論を出さないで もっといろんなことが分かるまで待つ方が良いのです。予武器26章7節には「地を天の地を何もないところにかけられる」と書いてあります。予武器が書かれた時代にはまだ万有引力のことも知られず人々は地球は何かに支えられているものと考えたのです。聖書の言葉は記者が聖書記者が神よりも示されて書いた。 と考えなければ分かりません昔は肉眼で見える星を数えていましたが予言者エレミアは今から2,600年前に天の星は数えることができずと言いました紀元2世紀にはアレクサンドリアで活躍した天文学者プテロマイオスは有名な著者アルーマーゲストの中に構成の表を入れていますがそれには1,028個の星が出ています しかしガリレーが望遠鏡で初めて空を眺めた時そこには無数の星を発見しましたそれ以来大きな望遠鏡ができるに従って数限りなく星が姿を現してきています聖書の中には科学で説明できないようなこともありますが科学はあらゆる問題に万能ではなくその限界があることも認めなければなりませんしかしはっきり証明された科学の考えと 聖書の言葉に矛盾はないのです聖書と考古学17世紀の半ばごろから聖書の信頼性に対する批判がこと,ことにその歴史的な部分に対して加えられてきましたこの傾向は19世紀に入ってさらに強くなりいくつかの点については聖書の歴史では全く否定される状態となりました しかし、19世紀の初めから聖書に関する考古学が発達して、多くの発見がなされ、聖書の歴史の確かなことが証明されました。その一つの例は、旧約聖書に50回近くも名前が出てくるヘテジです。歴史家は、そんな民族は存在しなかったと言っていました。しかし、20世紀の初めに、小アジアに広大なヘテジンの王国の遺跡が発掘されました。 三笠宮はその長所帝王と墓と民衆の中でヘテ人の王国について紀元前8世紀にアッシリアのため全く滅ぼされてしまいましたこの時以来3000年の間筆体とヘテ人の帝国の存在は人々から全く忘れられ20世紀に再び日の目を見るまで静かの地下に眠り続けていたのですと書いておられます。 しかし今やヒッタイトの存在は中学校の教科書にでも書いてあることです <laughs> 聖書の予言聖書は多くの予言を含んでいます神は予言を通して人間に将来に対する光をお与えになりました聖書はあなた方は明日のこともわからぬ身なのだと言っていますが本当に私たちは明日どんなことが起こるか見通すことはできません 聖書の予言は私たちを導く光です。聖書の予言は終末に関するもののほかはほとんど全部事実となって現れています次にその中から著しいものを挙げてみましょう「新バビロニアは紀元前6世紀頃ユフラテス川の流域に栄えた国ですが特にその首都バビロンは古代世界の脅威とされたほど繁栄した都でありまた外敵の攻撃に加え妖怪嫌悪に固められ この都が滅びることはとうとう総税もできないほどでした。しかし聖書の予言はどうだったでしょうか。西暦紀元前750年頃の予言者イザヤは、国々の誉れであり、カルデア人の誇りである、美しいバビロンは神に滅ぼされた、ソドム・ゴモラのようになる。ここには長く住む者が絶え、世に至るまで、住みつく者がなく、アラビア人もそこに天幕を張らず。 羊飼いもそこに群れを伏せされることがないただ野の,の獣がそこに伏し吠える獣がその家に満ちダチョウがそこに住みキジンがそこに踊るハイエナはその城の中で泣きヤマイヌは楽しい宮殿で吠えるその時の来るのは近いイザヤ書13章19から22節と予言しました歴史を見ると 紀元前539年にシンバブロニアの王ペルシャザルはペルシャのクロスのために殺され、都は一夜のうちに滅び去ってしまいました。今日バビロンを訪れる人は、聖書の預言が文字通り成就しているのを見ることができます。バビロンの廃墟は、現代のバグダッドから約80キロ南にありますが、そこには今なお住む人もなく荒れ果てているのです。 もう一つエジプトに関する予言を調べてみましょう紀元前6世紀の予言者エゼキエルは当時の峡谷エジプトについて次のように予言しました「私はエジプトの地を荒らして荒れた国々の中に置きその町々は荒れて40年の間荒れた町々の中にある私はエジプト人をもろもろの国民の中に散らしもろもろの国の中に散らす」 その時は、エジプトがこのようになるとは想像できないことでした。しかし、紀元前525年に、エジプトはペルシャによって征服されたのです。14節には、すなわちエジプトの運命も共に返し、彼らにその生まれた地であるパテロスの地に帰らせる。その地で彼らは癒しい国となるとあり、エジプトは再び回復されますが、前のように、 強大な国になることはないという予言は、今日まで成就しています。また、今日成就しつつ予言しつつある予言もあります。これは非常に興味あるものですが、講座の後の方で勉強したいと思います。ペテロ第二の手紙1章19から21節に、こうして予言の言葉は、私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心を照らすまで、 この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい聖書の予言は全て自分勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきであるなぜなら予言は決して人間の意思から出たものではなく人々が精霊に感じ神によって語ったものだからであるとあります聖書の予言は人間の考えや見通しではなく神がお示しになったものです聖書の予言を正しく学べば 私たちの将来を照らすすす。光ととることができます聖書の学び方聖書は真理の宝庫です人間の生活を豊かにし孤独や寂しさを慰め永遠の希望を与えるために神がお与えになった言葉ですその言葉には深い意味がありただ表面的に読みがな流してもその意味を十分に捉えることはできません聖書を研究して それが本当に私たちの心の糧となり喜びと希望を与えるものとなるためにまず聖書の言葉の意味を深く探る心が必要ですまた心を落ち着けて瞑想すると聖書の言葉が心に触れてきますキリストは神の御心を行おうと思うものであれば誰でも私の語っているこの教えが神からのものであるのかそれとも私自身から出たものかわかるであろう と言われましたこれは聖書を読む時の大切な心構えですすなわち聖書を読んだらそれを実行する心構えです実行してみると聖書の言葉は真実なものであることがわかります生活も考え方も変わってきますそして私たちの心が成長してくるにつれて聖書の言葉を深く味わうことができるようになります聖書ははじめ親しみにくいようですが 毎日読んでいると心の支えとして一日でも読まないでおられないようになるのが多くの人々の経験です英国で2,000人の孤児を収容した孤児院を何の財力もなくただ神によって経営したジョージ・ミュラーは青年の時真面目な生活してませんでしたしかし20歳になった時反省して信仰を持つようになり聖書を読み始めましたがその意味がよくわかりませんでしたしかし辛抱して読んでいるうちにある日全く 新しい経験をしましたその日から聖書はただの本でなくなったのです彼はその中に神の声を聞き彼の生活は全く変わったものとなりました聖書は彼の生涯の歩みを導くものとなったのです聖書の読み方としてもう一つ大切なことは聖書の言葉はたとえ話や歌や指摘表現のほかは全て直通りに受け止めるということです また聖句の意味を調べるときその前後をよく読むとその関係と本当の意味を調べることができます。詩篇119編18節に私の目を開いてあなたのおきてをうちのくすしきものことを見させてくださいと書いてありますが心の目が開かれることについて神の御言葉の素晴らしいことが分かってきます。ルカにある福音書、 24章にキリストが2人の弟子に聖書を説明なさったことが書いてありますがその時の経緯を32節に彼らは互いに言った道々をお話になった時そのまた解き明かしてくださった時お互いの心が内に燃えたではないかと記しています神の言葉である聖書に触れることによってあなたの心も温かく豊かになり この弟子たちのように非常な喜びをお持ちになることができるのです。聖書は人間とは何か、人生をいかに行くべきか、死後はどうなるか、歴史の意味、世界観など、人生の基本的な問題に回答を与えています。聖書に導かれて人生を歩んだ人々の言葉をいくつか紹介してみましょう。 たとえ精神文化が永遠に進展しようともたとえ人間精神がいかに広がりゆこうとも福音書の中にきらめき輝くキリスト教の高さと道徳的文化を超えることは決してありえないゲーテ聖書は最高の哲学であるサー・アイザック・ニュートン私は確信を持って聖書という揺るぎない岩の上に行こう ウィンストン・チャーチュー聖書は神よりの最善の賜物。エイブラハム・リンカーン神の言葉のほかに文明に対する堅固な土台はないダニエル・ウェブスター私が生涯においてなしたすべてのことは私が子どもの時に母が毎日聖書の一部を読み また暗唱させたことによるのである。ジョン・ラスキン。